今回は転生したらひろゆきくりだった件に対するみんなの反応をご紹介します。なおまだ身体に致命的な型は来てない頃とする。原作でも体に致命的な型は来てねえよ。でもなんか肝臓はすぐ行きそうだし、もう時間の問題だと思うの。さっきまでぼっちちゃんと会話してたのに、なんでぼっちちゃんがいるんだっけとか言い出したりしてるので、肝臓より脳みそがやばいことになってそう。入院生活待ったなし。アルコール依存症からスタートな時点で難易度インフェルノ。お酒を飲む、かわいそうだけど数年後には腎不全でお亡くなりになるのね。お酒を飲まない、離脱症状で仕事どころじゃねえ、罪である。ベースやボーカルのスキルを引き継げるならまだいいけど、それがなかったらどう生きていけばいいんだ。体が覚えてるってやつで多分できるんじゃないかな。そうなると酒を飲む癖も残ってるから、結局ただの酔いどれにしかなれないけど。人格が転生者のものに切り替わるから、シラフのネガティブ思考もなくなって酒頼りにならず健康になれるかな。島さんに合法的にベタベタできるのか。ヒロイじゃ無理じゃないかな。個人的に芸術の才能って感受性によるものがでかいと思ってるから、ボディだけ乗っ取ったところでベース同じようには弾けずに、素人よりは体が覚えてる分技術があるくらいになりそう。歌唱演奏とかのフィジカルにある程度記憶されてそうな能力はいくらか受け継がれるかもだが、作曲編曲能力とかは転生者人格になったら全くなくなるだろうな。キクリに転生したらとりあえず酒を絶ってバンド活動で稼げるように真面目に演奏の練習と思ったけど、酔いどれのキクリを求めるファンがあのバンドの主な反則っぽいんだよな。事故物件で生活するのつらい。事故物件で生活するのマジでつらいので、島さんの家に泊めてもらうの無理かな。追い出されちゃうかな。キクリと転生者人格との二重人格にして、キクリがやらかしそうになったら転生者人格に切り替わって失敗を回避とか、そういうやつの方が良さそう。酒が視界に入ったら自動的にキクリ人格になる図しか見えない。やめようと思っても無意識で鬼ころ決めるやつ。転生キクリ、あれ、なんで俺いつの間に酒なんて手に持ってんだ。逆にキクリさんほど飲めなくて心配されたり。残念ながら酒とバンドが一体化してるから、やめるって選択肢はないんだよな。酒問題もあるけど、借金返済しないといけないわけなんだが、返済する相手からすごい疑惑の眼差しで見られそうなの嫌だな。あれ、割とキクリ転生って絶望的。転生時音楽能力を引き継げなければアル中により何かしらの持病を持ってる、ボロ休みで借金濡れのアラサー女だぞ。絶望しか残ってない。こんな悲しい過剰書きマジックある。困った。ベースもまともに弾けず、カリスマ性も額もないただの酒くずになってしまった。顔はそこそこいいから、かろうじて身売りならいけるぞ。そんな生き方しかできない時点で終わってる。ベースの才能はヒロイの魂から来るものかもしれんが、アル中は間違いなくヒロイの体に残ってるものだから、才能の有無はどうであれ必ずアル中でバフがついてくるの嫌すぎる。ついに頭がおかしくなったヒロイキクリ、自分を他人と思い込んでる。ベースを弾けない、酒に手が伸びないとして心配してくれる誰かに世話をされながら短い余生を過ごすのにワンチャン、普通に捨てられる可能性もそれなりにあるのが困りもの。まあでもなんだかんだ人捨てに生きていけばなんとかいけそう。一日っていうか1時間だけ体使わせてもらって、結束バンドの生演奏聞いたら体返したい。キクリになって借金返済と酒かす脱却を頑張ってから成仏して、キクリの人生を救いてえな。成人かな。キクリに転生するよりはキクリの知人に転生して生活環境を直してやりたい。キクリになってぼっちちゃんとイチャつきたい。ファーストコンタクト失敗したら遭遇するのも難しくなりそう。皆さんはもし広いキクリに転生したら何をしたいですか。ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。